福山、多度津フェリーは、かつて、広島県福山市と香川県多度津町を結んでいた、フェリー航路である。最後まで運航されていた、オレンジプリンセス1966年4月に、多度津港と福山市友港を結ぶフェリーとして、瀬戸内海汽船により運航を開始した。1978年に、福山港、フェリーターミナルが完成するとともに、福山、多度津フェリーとして就航した。その後、1988年の瀬戸大橋開業に際しては、瀬戸内海汽船の撤退に伴い、高知船、多度津町、瀬戸内海汽船の3社が出資する、福山、多度津フェリーが設立されて、運航を引き継いだ。1991年からは、多度津町が資本を引き上げ、瀬戸内物流による運航となった。引き継がれた当時は1日15往復が運航されていた。運航を引き継いだ1988年当時は年間約25万人、車約10万6千台の利用者があった。しかし引き継ぎ後はこの年が利用者数のピークで、以降は瀬戸大橋との競合で利用者数は激減し、2007年度はそれぞれ約4万3千人、約3万5千台まで落ち込んでいた。会社側も便数削減や運賃値上げなどを行い、2002年6月には1日、6往復となっていた。これらの経営努力をもっても状況は変わらず、2008年には原油高で燃料高騰も重なったため、同年7月1日に中国運輸局尾道海事事務所に廃止届を提出し、8月31日を最後に廃止された。ありがとうございます。